結核菌は人の結核の原因となる細菌。1882年3月24日、細菌学者ロベルト・コッホにより発見された。人の病原菌としては、コッホの原則に基づいて、病原性が証明された最初のものである。グラム陽性肝菌である、抗酸菌の一種であり、細胞構造や培養のための条件など多くの点で、 他の一般的なな細菌と異なる。特に、ミコール酸と呼ばれる、特有の脂質に富んだ細胞壁を持つため消毒薬や乾燥に対して高い抵抗性を有する。保菌者の咳やくしゃみなどのしぶき、あるいは、それが乾燥したものを含むホコリなどから、空気感染して、肺胞マクロファージの細胞内に感染し、肺結核をはじめとする各種の結核の原因となる。 1998年に全ゲノムが解読された。結核菌はマイコバクテリウムかマイコバクテリウム属に属し、他のマイコバクテリウム属細菌と共に抗酸菌と呼ばれる細菌群の一種である。化疱、弁毛、胸膜を持たない大きさ2から 4x0.3 から0.6メートルの後気性肝菌である。細胞壁にミコール酸と呼ばれる脂質を多量に含有し、 通常のグラム染色では染まりにくく結果が安定しないため、グラム不上と呼ばれることもある。ただし、細胞壁の構造と過温グラム染色法からグラム、陽性菌として分類するのが一般的である。一方、焙染剤を加えて過温しながら染色を行うチールネイルゼン染色などの強力な方法を用いると、染色が可能になるだけでなく、一旦染まった。 色素液が脱色されにくいという特徴を持ち、強い脱色剤である塩酸アルコールに対しても脱色抵抗性を示す。この染色法を抗酸性染色と呼び、本法で染色されるマイコバクテリウム属は抗酸菌とも呼ばれている。抗酸菌は増殖の遅い遅発育菌群と増殖の早い迅速発育菌群、培養不能菌の3つに対別される。 結核菌はこのうち地発育菌群に属し、分離培養には3週間以上かかることがある。結核菌群と、来菌以外の抗酸菌を非結核性抗酸菌と呼んで区別している。抗酸菌のうち以下の4種は、結核菌群と呼ばれ、摂氏37度で増殖可能だが、摂氏28度で増殖しない、耐熱性のカタラーゼを持つ、などの特徴により、 抗酸菌と鑑別される。結核菌群の4種はいずれも地発育菌群であり、倍地でのコロニー形成に多大な時間を要するため同定が困難であった。現在は分子生物学的手法を用いて遺伝子増幅により同定可能となっている。生、科学的正常及び病原性の点で4種それぞれに相違点を持つ。このうち結核菌が 結核の原因菌として、人への病原性を示すほか、M ボビスと M アフリカンズが稀に人に感染する。M マイクロテは、人に対する病原性を持たない。また M ボビスを長期間経済培養して弱毒化したものが BCG であり、結核予防のためのワクチンとして利用されている。結核菌に侵された組織結核菌は、人のくしゃみ、咳などで空気中に飛散し、 空気感染を引き起こすことが多い。結核菌を吸い込んだとしても、免疫がしばらく菌を閉じ込めてしまい、すぐには発症しない。しかし、放っておくと、咳や微熱が出る。病状が進行していくと、最悪の場合死に至る。結核菌は2010年代現在でも、世界で150万人が死亡する、人間にとって、最も病原力の強い細菌の一つである。この原因は、 感染力が強く肺から肺へ空気感染する。免疫細胞のマクルファージ内で繁殖できる。減損する BCG ワクチンは地域によって効果がとても低い。などによる。結核菌は細菌を殺す人間の主要な免疫細胞であるマクルファージの中で繁殖できるという極めて特殊な機構を持つ。この機構は結核菌が マクルファージのリソソームとファゴソームの融合を阻害する能力を持つことによる。ただし、それでも大半の正常な免疫能力を持つ健常者では T 細胞の助けを借りてマクルファージごと細菌を殺して封じ込めるため無症状か軽い症状で済むが免疫能力の劣った人間には重い症状が発症する。など。これらの理由から結核の診断には 数時間から数日必要である。多くの引用された研究では、M-Tuber-Acularosis ーーが人間の集団と共進化しており、M-Tuber-Acularosis ーーとの共同体の最も近い共通祖先は4万年から7万年前の間に進化したと報告されている。しかし、3体の1000年前のペルーのミイラから抽出された M-Tuber-Acularosis ーーのゲノム配列を含む2016年の 研究では全く異なる結論に達している。m チューバーキュロ o s i の最も近い共通祖先が仮に4万年から7万年前にいたとした場合、これは異なる時代に採取されたサンプルでのゲノム解析からの推定値よりもはるかに低い進化速度でないと説明がつかないと報告されている。なお、35カ国から3000株以上の m ボビス i 株を使った分析からは、この種が アフリカ起源であることが示唆されている。ありがとうございます。